日本電信電話公社熊本サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ。日本電信電話公社熊本電話局管内の同好会として1969年に創部した。その後、親会社の組織編成などに合わせて名称もたびたび変更になった。日本プロサッカーリーグに加盟するロアスソ熊本の母体となったクラブである。2004年12月、 プロサッカークラブの運営法人として株式、会社アスリートクラブ熊本が設立され、熊本県内の企業数十社から支援を受けた。チーム名は、熊本に J リーグチームを、県民推進運動本部による一般公募によって、ロッソ熊本に決定した。なお、チーム名称を含め、チームカラーエンブレム、所属選手などがすべて変わるなど、アルエット熊本からのチーム名変更は、 形式上のことであり、実際にはチームを丸ごと入れ替わった。また、元々の親会社であった NTT 西日本、熊本支店は、プロクラブ開口は一スポンサーの立場となった。AC 熊本が運営するロアッソの創設年は2005年で、アルエット熊本とは別のチームとしてみなされている。ただし、アルエット熊本が、九州サッカーリーグに参加していなければ、ロアッソが、 同リーグから参加することは規定上不可能であったため、形式上はアルエット熊本の後継クラブとして発足することとなった。なお、天皇杯全日本サッカー選手権大会のロアッソの出場回数はアルエット熊本時代からの通算である。2016年 OB らにより一般社団法人アルエット熊本フットボールクラブが再結成された。エンブレムは QR ットと同一のものを使用し、ジュニア・ジュニアユース・シニアの各カテゴリーで活動している。また、2015年に発足した石坂グループのサッカー部、イロンデルを社会人チームとし、2017年にアルエット・熊本・イロンデルへと解消。2020年には、熊本県、サッカーリーグ一部に昇格したが、2021年よりアルエットの名前を外し、 色んでる熊本 FC に再解消。エンブレムも一新された。ありがとうございます。